Yeah.
あ、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 大丈夫かな？大丈夫だね。あ、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 組み合わせ出ました。なのでの試合をここら辺で止めますか。止めますか、止めませんか。止めます、止めます。時間もそろそろなんで、行きましょうか。本日ですね、2019年の9月の20日、9月ももう下旬ですね。20日と。川島でーす。あ、どうもこんばんは、山本でーす。あっつまにもう、9月も、下旬。そうですね、もう10月ですよね。なんか明日からね、台風来るとかで来ないとか言ってますけどね。はい、3連休。はい。あ、で、ごめんなさい。第1試合目。1P 側がエクスパーさんの竜で、2P 側が金子さんの竜ですね。意外とガード硬いですよね、エクスパーさんね。飛んでしまった。今離陸前に当たっちゃいましたね。お、珍しい。両者当たる。おっと、ナイスサンダウン。割り切ってますね。どうする？お互い欲しいぞ、ゲージが。うわ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 。あー、削り。今でもそんな真空で抜けてた、真空か昇竜で抜けてもそんなにその場しのぐぐらいでしたよね。さあ、エキスパーさん勝利で、ツーピー側クリジンさん、クリジンさんも久々かな。これはワンチャンクレジンさんあるぞ、あるぞ、やり方次第ではあるぞ。
あっと前に歩いていた中ボス食らっている。しかしシンクはきっちりガード。フレジンダルシムもだいぶ体力的に危ないが、危ない、うまく逃げた。スラでこれは死んじゃうのか、削られた。そうですね、なんで入ってない、入ってない、いや、ごめんなさい、入ってない、入ってなかった、入りました、場内は入ってますよね。はい、こんばんは、山本です。はい、2ラウンド目、おっと川島さん、あ、失礼いたしました、クレジンさんが攻めている。しかし真空で押し返された。危ない、危ない、あーっと、やっぱり竜巻。続いて川島さんですね。お、でかいでかい、でかいですよ。さあ、おっと、おっと、川島ザンギだったが、間違えて、色を間違えて緑を選択。色替えは許さない方式か。箱を割って画面端だったが逆サイドまで引っ張られた。わっとバニシングになってきた。シンクをもろに食らった。なんか起き上がり怪しい攻めを繰り出してきましたね、筑波さん。ジャンプ、相打ちか、空対空で相打ち、ダブル KO。 さあ飛んでいく。箱はまだあるぞ。切り替わって、おっとロケットや、ダブラリー。これはだいぶ手を焼いている感じ。スパーさんの波動が絶妙な距離で打っている。ダブラリーに引っかからない。さあ逆サイドまで来て、アオサイ落としで、おっとガブラリ一撃減った、大ダメージだった。少しで続くかと思ったんですけどね。あっとチャンスを逃がしたか。重ねてもガードする、千重ねからのガード。おっとダブラリで落とす。中段には中段だったが、あゆし。さあまだ真空があるから、おっ一歩歩いて吸った。川島さんに勝利。続いてはプリンさん、プリンさん初登場、初参加ありがとうございます。こんばんは、セローテープです。あ、こんばんは。ちょっと先ほど伺ったところによると、プリンさんは元ビルキロラスベガス勢。あれ、メジャー、いや、同じ頃だったんですけど、先ほどちょっと二人で会話して、多分当時その交流があまりなかった、はい、なるほど、やってた時期はほぼほぼ一緒なんですよね。そしてフォーク使いといえばって感じですよね。先ほど見たんですが、ちょっと残疑相手だとやりにくいところもあると思うんですが、かなり立ち台風その他、はい、あ、やばい感じですね。やばかったですね。いわゆる N コパハメ、なるほど、ニュートラルコパンからの安全重ねからの台風の、ちょっとめくい、池袋ラスベガスホーク勢多いね。そうですね、やっぱりあの頃はなぜか最近ちょっと見なかったけど、シンさんとかね、はいはい、この前ね、大山ニュートン来てくれてましたよ、シンさんですね、久しぶりになんか来たって、はい、おっと高め今度ずらしですね、はい、食い込んでましたね今ね、はい、
林。さあ、川瀬も慎重でまっすぐはみ出はいかない感じですね。これはもう全くどっちが有利か分かんないですもんね。立ち回りは少々残儀、やはりちょっとフォーク通常技 D 技が少ないので立ち回ってる分にはなんですけど、残儀使ってるとやっぱ1回転んでからがきついですね。どこまで行っても卓なので。そっかそっかそっか。あ、でもあんまりできないってことですよね。まあそうですね、あの投げ合いは結構お互い五分ですもんね。そうですね、残儀の方がちょっとだけ前が広いので完璧にやると残儀しか投げられない前もあるんですが。なるほど、これは厳しいか。ただあの大足ミドルキックあたりが結構もっと池袋で残儀使いも多いんでやってる組み合わせだと思うんですが、青斎さんはご存知でしたね。あー、なるほど。さあ、こかせばワンチャン。おっと、最後は無理で打ち勝って勝ったのは川島残儀。川島残儀勝利。続いてドッカタさんですかね。お、ドッカタさんが最近メキメキ急上昇、まだ半年経ってないんじゃないかというね。ドカタザンギ戦はどうか。お、なんかそれっぽい動きになってる。ザンギ戦を覚えたのか、これは。お、波動拳を一発しか打たないですね。覚えたっぽいですね、ちょっと。シンク合わせていく。これは削れなかったら危ないやつだ。脱出成功。やばいぞこれは。これは安全に波動を重ねた方が良かったかもしれない。さあ開幕吸っていく。2回目ガードはできないぞ。お、危ない。今の大足透かしは見たことあるぞ。お、堂々と大足で歩いていく。ミドルが刺さる。いいスタイルですね。上から、お、アントビ成功。危ない。なんとかしのいだ。大足刺していく。魂の大足刺していく。中ボス、お、か起き上がりに中ボス重ねは、あーっと大足食らってしまった。いやー惜しかったですね。さあ川島さんに勝利で入っていくのは、ハクフェイロン。ハクさん最近フェイロン流行ってますね。非常に厄介なキャラですねフェイロンね。まずプレイヤーがいないんであんまり対策が立てれないことが一つありますし、いたところで、あ、上級者しかいないんでフェロン使いは答えが分かる前に殺されるんで。ちょっとでもキャラ的にも上級者向けのキャラなのかな、やっぱりどうなんでしょうね。あっ、レック3発入ったが安かった。フェロン火力はあるんですけどちょっと癖の強いキャラで火力出すまでに結構かかりますね。うーん、確かに癖はありますね。やっぱ弾がそこまで楽ではないですね。弾、まあ、戦相手ですよね。うおっと、2ヒット。さあ川島さんに勝利。続いてうねさんかな。うねさんのうねさんはバイソン。ほらここはガイル出すべきだと思う。ここは逆かぶせでね。ちょっとねこの大会見てからキャラ変えるの禁止なんで。そうっすよね、残念ながら。はい、方向してちゃんとやって、もっと早かった。さあ変な落ち方をして、もんで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 、
ハメ。ハメだ。バイソンハメられるとちょっと厳しいですよね。そうなんですよね。ヘッドは攻撃時間は長いんですが発生が遅いので遊びが間に合いやすい。アクは簡単ですね割と。さあ画面端を追いやってるのはうねがえる、うねがえるバイソン。これは動けないぞ、ザンギーが。おっと刺していく。グランドもきっちり入れている。おお。さあダブラリ見てからのグランドの反応は早いですね。やはりできる男。さだやし、ここはこれ暴れない方がいいんですよ。スキル1回もらっておくのがマシという。暴れてからスキルもらうと画面端なんです。わざともらいってなかなか言えないできないですよね。上級者はほぼほぼやっていますね。やっぱ中央だとスキルの後は1回離れられるんで。なるほど、はい、このキャラでそれができるってよっぽど上級者だと僕は思うんですけど。そうですね。おっとおっとこっちがいった。ワンチャンあるのか。ゴチゴチ再びいった。さあもう一ゴチで終わりそうだぞ。しかしクレイジーが使えない組み合わせ。なるほど、ダイヤシが刺さる。さあさあ続いてカワシムザンギ勝利で続け。ショーテープさん、5勝ですね。さあひょうひょう言っているセロテープバルログ。お、スパイハイクローできる。あれ反応できないですからね。危ない、脱出成功。あーっと噛み合ってしまった。よし遠い。距離は離れたが糸口がない。攻撃の糸口、反撃の糸口がなかなか見つけられなかった。距離だけは離せたが。さあ2ラウンド目。おっとぴったりビンゴで。そういえば自分この前初めて知ったんですけどスクリューでもピヨる時あるんですよね。スクリューピヨリが存在すると。お、なんだ怪しいボディープレスがいった。さあ、あ、僕ですよね。はい、カワシムザンギ勝利で6勝かな。ラウンド1ファイ。いやちょっとなんかザンギのプレッシャーがものすごくて気がつけば死んでいましたが。さあ続いて入っていくのがほぼ山本さんの竜ですね。竜残儀はなかなかやると面白くもあるんですが竜側の丁寧な立ち回りが要求される感じですね。さあ波動対空置き攻め上からマシンは中間前でくるくる回っていって隙あらばダブラリを誘うという感じ。あの中間で気持ちよく回ってるのをとがめないとザンギエフいつまでも回っている。さあ体力的にはいい勝負だがカワシムザンギが端まで追い詰めて真空警戒ですね今のは。さあ使わせて時間は残り20秒。さあ今のファイヤーはでかい。さあ時間稼ぎ連携足しだいて波動拳。違うのもほぼ山本さん怪しい。端まで運ぶ。さあ怪しい回してハメにはいかないです。あ、行ったところでドンピシャ昇竜拳投げて投げたい。だが相打ちでゼロロット。昇竜拳おっと思い切っていってみた。さあ最後は回ってから打った波動に踏み込みダブラリー。さあ何度目
さあ、あの場合中足使いで見ていた左足、さあ端まで持ち込んだのは川島なんです。この周りから龍は出られるのか、左足下がりダブラリ対空垂直から落ち勝利権出る、投げっぽかったが最後はめくりボディ。やっぱ強いっすね、川島ザンギさん。一瞬でしたよ。さあ、続いて、7勝からの、リオンさん。リオンさんは、お、S剣。S剣なら、どうなんだろうな。しっかり昇竜で切れる。落とせればなんですよね。 S 剣は実はザンギちょっとやばいんですよね、徹底されると。そんな有利な感じしないですよね。いや、 S 剣が結構やばいんです。あ、本当ですか。はい、徹底されると結構やばいですね。なるほど。そこまでしてる人あんまりいないんですけど。あっと、今うまい踏み込み台足に走っていく。さあ、掴みの後の直フラッパーは結構反応しづらいですね。なるほど。下手な通常技振ると空振りの後にちょうど投げられるみたいな感じになる。うーわー、ケーラリだった。あれ、ピーラリかケーラリかって見た目わかんないですよね。わかんないです。止まるまでわかんないです。終わった時間の長さですよね。そうです。止まった時だけですね。掛け声からモーションから全部しようですね。さあ、橋がきつい。また走っていくわ。決定だが、あーっと、最後はちょっと足重ねてしまった。さあ、カワシムザンギがこのままだと一周してしまうぞ。さあ、続いて、解明したヒロポンさん。ヒロポンさんも龍、そうですね、剣なら波動打ってもよかったんですね、ザンギ相手。龍だと打っちゃダメだ。龍だと続けて打っちゃうとダメ。お、投げてく。お、中段。今のはレアな動きだ。リオンさん、あのヒロポンさんは結構あれですね、殺しに行くスタイルなので。なるほど。はい、実はザンギ側も防御そこまで硬いと言っても投げ返すぐらいしかない人なので。スクリューが早かったか。結構ザンギもあれですよね、対応が難しい時があるってことですね。あの、一回転んだ後に起き上がりまず飛び込んで、はいはい、その後投げるか昇竜投げるか新球の2択はもう本当残機読むしかないんですよ。そうですよね。なので2V1 無理やり殺すこともできなくはないので、体力リードなどがあったらそういうことをしてもよくはない。さあ、立ち回り、さあ竜巻、台足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 、安全重ねからの、危なかった。最後ですね、飛び込み、打点高くて連続、やった。おっと、最大やったぞ。今さっきの、あのジャンプ台形の後ですね、あの後連続技が繋がらないので、はい、ザンギ側は食らい投げに行くんですが、そこに勝利を置いておくという、はい、いいですね、今のね、ああいうことが通じるんですね。さあ、ピヨッピヨッてしまった。さあ、あ、ここで金子さんだ。卒業あるのか、この支配からのってやつですね。戦いからの卒業があるのか。さあ、頑張って止めてもらいたい。ザンギを止めるのは、あっ、台足引っかかる。
かし削りにはいけない。さあ見た感じまだドット残っている。中足下手く、さあこの男は止めてくれるのでしょうか。おっと走っていくのを右から対応できた。さあきっちり三段、今のしゃがみくらいヒットの目には素晴らしいですね。竜巻で抜けようとした。さあ繋がったライフルたくさん伸びましたね今ね。なんかいろいろ当たってましたね。最後はセロテープリスペクトの弾きバニシング。リスペクトなんですかね。もうリアルなやつかもしれないですけどね。さあ走っていく。箱は割ったぞ。高めだが台足対空順番。さあダブラリがそこさ壁走っていいようにやらせている。さあどうする。なーっと膝から直接行った。さあクレジンさんが2周目ですよね。あ、金子さんも2周目か。カーシムさんと1回戦った人は2行っちゃうと2周目になりますね。さあクレジンさん頑張ってほしい。これでクレジンさんに勝つとなんと川島さん全員卒業です。なるほど、エクスパーさんに勝ったんだ。やばい、川島ザギー11勝目前。さあただ野球のクライマックスとシリーズとちょっと似てて1位通過しても必ず決勝戦があるので。でもこれメインキャラじゃない人たちに、はい、ザンギとかのハメキャラって結構厳しいものありますよね。そうですね、カワシムがもともとザンギを使っていたとか言ってるうちにカワシムさんが卒業してしまいました。カワシムスクリューで、じゃあ次あれですね、卒業なんで、カーシムさん後ろに入れないですかね。あく、はいどうも、カーシム戻ってまいりました。なんか竜が多くてなんかお得な感じでしたね、ザンギね。いやちょっとね、ただ2キャラ目俺カスなガイルなんで組み合わせがやっぱ良かった感じですよね。ホンダとかね、いなかったんで、ガイルもいなかったし、ちょっと今日は恵まれた組み合わせで、さあ、じゃんけんで、間違えたプリンさんがキャラ間違えて、あ、なるほど、じゃんけんで、プリンさん、フォーク結構やる方ですよ、これ俺なんとか勝ちましたけど、ね、じゃんけん戦もね、結構知ってる動きでした、ね、なるほど。ワンピーガーがエクスパリュー、はい、スピーガーがプリンさんのフォーク。いや池袋勢ね、残業もフォークも多いから、あーそっか、多分やってるとは思うんですけどね。さあしっかりボタン離しでちゃんと勝利使って、これは光っていく、コパコパダブル、これは見たことあるぞ、あれは脱法ってやつだ、これは聞いたことある、見たことある、脱法フォークやっついにデータの資金やってきた、気合でね2回転回してるんですよね、あれね、コパンコパンからやり方は分割とかもあるんですけど、まあ、結構シビアなんでね、ぐるぐるいっちゃいましたね。さあバッチを打ったが、これは死ぬか、あっと竜巻で逃げたがまだ終わってないぞ。あー竜巻、怪しい竜巻、シンク削りに行った、オクラ製シンク直接行きましたね。あれだから台風重ならないようにしてるんですよね。もう一回溜まる、あー溜まった、あー勝利出ない。さあ5番、さあ N コパー上からいった、あーこれはあーミスった、あーっとコンドルが出ていた、あーコンドルじゃない、トモホーク、勝利ね、ちょっとミスりましたね、トモ
スタイルよく知ってますよ。池袋スタイルだ。そこは後ろに。さあ、お、刺していく。高めのコントロールダイブ。さあ、勝利を使って。引っかかんなかった。さあ、裏回り竜巻。逃げるでいいね。おう、クリンさん。中盤。さあ、ここは上から。あっ、今しっかり、しっかり見ていたが。ただ、ホークには夢があるぞ、まだ。コパンの連打。さあ、バックジャンプ。コパン連打し、バックジャンプ。出た。出た、エクスパームーブ。不思議な動きで。さあ、プリンさんを撃破。あのバックジャンプ台形、すごいエクスパーさん使いこなしてますよね。まあ、あれでも、ホークが多分大昇竜で、多分届くんで。まあまあ、そうですね。さあ、入っていくのは土方さんの、竜。さあ、土方さん、さっきね、惜しかったですね。俺に対してね、初勝利になるかっていう。そうですね。ほんと、あと一発のところまで行ったんで。さあ、差し返し、ダイヤシー。おっ、ダイヤシー。鋭いぞ、ダイヤシーが。さあ、ダイゴス、ダイゴス。ちょっと遅かったか。中はエクスパー。おっと、勝利。あ、当たらない。めくり出すときなあげ。これはゴムだぞ。さあ、シンクガード。シンク使わした。さあ、自分は持ったまんまだぞ。野方さんもカクカク。しかし飛ばれていた前飛びに。そこはちょっと飛び警戒したい前でしたね。ちょっとね、あの多分見てから飛べる前だった気がするんですよね。さあ、勝利に引き込まれて中間。結構渋いですけどね、あれ強いんですよね。さあ、危ない。おー、勝利。勝利3回も出たぞ、エクスパー。さあ、中ゴス立てなかった立てなかった。さあ、ちょっと固まってしまいましたね、最後ね。ハクさん入っていくな、ハクさん。今日も絶好調、エクスパー竜。さあ、気合を入れている。エクスパーは気合を貯めている。なるほど。さあ、ハクさんがキャミですね。ハクキャミ出しましたね、ついに。さあ、ハクキャミかなり強くなってるんで。強いんですけど、あんま竜に相性良くないですよね、キャミって。まあ、竜キャミはそうですね、7-3までいかないですけど、まあ、6.5 とかそれぐらいあると思います。さあ、いった。光っておしまい。ドンピシャー飛びが通って、さあ、エクスパーが1本取られて、ハック君が1本。さあ、昇竜。さあ、バックジャンプを買っていく。得意のバックジャンプを刈られて、これキャミーね、自分で使ってみると分かりますけどね、球持ちキャラに対してすごい難しいと思うんですけどね。ですよね。そう、中足とかでよく触りに いけるなと思いますけどね。あれですね、せめてスパイラル、おっと、空中投げ。せめてスパイラルアローが下段判定ならばぐらいなね、気はしますよね。まあまあまあ、そうですね。続いて、うねさん、うねさん、うねさんおられますか。さあ、永遠のライバル、うね対ハク。ライバルなんですか。そうです、ライバルだと思いますよ。なるほど。さあ、うねガイルですね。お互いにメインキャラか。ガイルキャミきついっすよ、これ。そうっすね。ガイルのそのトリックの後動けるのが早すぎて、どっかでやりに行かないといけない。キャミそうっすよね。そう、動けないですもんね、キャミ。上から TBS を狙うか、歩いて勝利を当てるかとか、それぐらいですもんね。今ワンチャンフーリガンですね。キャミってちょっと残虐っぽいですもん。そういった意味では。まあ、そうですね、弾ないんで、しょうがないです、まあ、ただ中足がね、強いんで。なるほど。あとはジャンプ中盤。ちょっと体力差がつきすぎた。いったフリガン来た。はい、よってワンチャンフーリガンからめくりで。さあ、通したって感じですね。ワンチャンスを生かす。ワンチャン通した。さあ、フーリガン。さあ、これはまたしても、フーリガン。さあ、今度はガード。おっ、勝利。高い、ねじ込んでいく。ここは逃げる。あー、間に合うの。
今の台足完全にあれですね、振りでしたね。なんかあれですね、しゃがんで立ってからソニック打ってますね、わざと。さあやはりキャミーワンチャンを生かせないとね。さあうねがえる勝利で、はい、さあ入っていくのはセロテープ。セロテープさんは、セロさんはザンギ、あーザンギですね。さあ今度は本物のセロテープザンギ。セロテープさんも結構うまいですからね。さあしかしうねがえるはね、ザンギ戦かなりやるんですよ。あ、ザンギ戦、あーザンギ戦はかなりうまいと思うんですよ。うまい方なんですね。あ、有利戦だからきっちり収めたいところではありますよね。あ、なんかね、ソニックの散らし方がね、絶妙なんですよね。なるほど。行きたいところでダイソニックが置いてあるっていうね。まあこの組み合わせ、ダブラリーあんまり機能しないですもんね。ダブラリー、そうですね、ほんと一番画面端端ぐらいじゃないと安全に回らない。うわ、寄っている。1、2、3、ダー、危ない。さあこれですね、これですよね、ダブラリーが機能しない。かといってバニシングも機能するわけではない。さあほぼ完封、ウネがいる。いや素晴らしい。さあ山本さんですね。さあ、ウネガエルに対して山本さんは何でしょう。さっきは竜だったから今度はチュンリーでしょうか。さあ山本さんはチュンリーですね、黄色いチュンリーですね。さあやる前から首をかしげている。さあウネガエル対山本チュンリー。さあアントミになってましたね今ね。なってましたね、なってましたね。さあ踏まない。さあ次はねゲージ回収。あとは前ジャンプ。さあリードは山本、小山本チュンリー。さあ前ジャンプ中盤でしたね。おお抜けちゃう、抜けれない。さあ背中蹴りで抜けて、さあ背中蹴りで、さあ後半からさあ打ったところにダブルサマー。後半から投げか弦かっていうタクだと思ったら何もしなかったですね、やっぱり、ね。さあバックジャンプ台形垂直か、ね。あーここは画面味。さあ飛んでいく、投げて、さあなんとかゲージを貯めて反撃に出たい。フライナーに受け身がない。さあこれで溜まったかな。最後はバックジャンプ大パンチ。やっぱりね画面端になっちゃうとねきついですね、いくらチェンジでも。まあ実は僕この組み合わせまだ何も見つけれてないんで。こんなもんかなって感じ。まあ自分なりにはいい方だと思ったんですけどね。さあ次ディオンさんですね。さあディオンベガ。さあディオンさんのベガ、ガイルベガも結構いいカードだと思いますけど。さあここアントビ失敗して、さあ大足はスカル、さあめくり、まあ見づらいっすね、あれね。この組み合わせもちょっと開幕サマーまさかの谷読みのサマー冴えている。さあ DBS から投げられたのはベガ。うわ投げる、さあソニッ
ニック、めぐり、ナモ。しっかりガードできる。前ジャンプ中継は相打ち。あー、ダブルに。何もしない。あーっと、今ずれた。かすりもしなかった。せめてガッてガードになってほしいですね。さあ、うねがえる快進撃。さあ、入っていくのはヒロポンさんですね。ヒロポンさんはバイソン。あー、ヒロポンさん。背負っている。早いぞ、ピオリが飛んでいく。投げて、おっ、しっかり受け身。ソニック、ちょっと開幕から押されすぎた感じですね。さあ、ここは潰して。おお、2回飛ぶ。出せない。さあ、歩き台足を食らって、あーっと踏ませる。さあ、相打ち。これガードしちゃうとその後なんかあるのかな。いやー、ガイド相手にはない気がすんな。ガードしちゃうと、あー、飛んでしまう。さあ、クレイジー、ちょっとうね遅すぎたな今。わざと遅らした感じですかね、多分。重ねなかったのかな。クレイジーが早いですからね、手が。まあ、ちょっと距離がね、微妙だったのはありますけど。ないない。おっと、裏剣が。裏剣結構見ますよね。これ匂い棒ってですね。しっかりガード。うん、バイソンが飛んだ時とかに裏剣でベッシュ。体力はちょっとバイソン有利。さあ、5番で止まって、あっ、なんで飛んだ。あー、サマー。うねがえるといえばやっぱ今日サマーですからね。そうですね。あ、さあ、川島さん、最終プレイヤーですよね、川島さん。さあ、川島さんがガイルか。ガイル、ガイル。さあ、これはさすがにメインキャラが。さあ、白い方がうねがえる。どうする、どうする、うねがえる。いけるか、いけるか。いけるだろうっていうね。でも五分だからなくもないですよね、バンクル合わせが。いやー、ガイルガイルは同キャラの中でももうほぼほぼソニックの精度で決まってしまうような。そうですか、プレイヤー性能です。ソニックをきっちり貯めて、溜まったことを信じて最速で打つ。ここはでもうねがえるは負けるわけにいかないですからね。ね、あるとすればその、まあ、リスクマッチ的な意味でね、メインキャラでちょっとバンバン飛んでいってみると。さあ、いい台足。さあ、分からなくなったぞ。おっと、先に中足を刺したのはカワシムガイル。これは思わぬ展開。おっと、開幕サマー、おかごを奪う動き。弾が溜まっている。めくりが入ったが繋がらず。おっと、アッパー様、これはまずいぞ。うねがえる、ちょっと体力差がついてしまった。さあ、リードされると、おっと、あっと、やばい、やばいぞ。ちょっとうねがえる、うかつな動きができなくなった。あーっと、まさかの川島がえる勝利。決勝がえるがえる。決勝がえるがえる。さあ、川島ザンギがザンギを選択、ガイルを捨てたので
単独1位カシムザンギ11連勝。クレジット大丈夫ですかね。と2位がウネガエルさん5連勝ということで決勝です。ワンピー側ウネガエルガエル、あれウネガエルガエル、うん、おかしいな、ウネさんのガエル、スピー側カワシムさんのザンギエル。ちょっとね、日本語がおかしくなってきましたが、さあ画面端に押してるのは川島ザンギ。しかしこの組み合わせスヒト、ピオリチナが座れている。今のは思い切ったし、ですね、仕掛けでしたね。なるほど、ダイエット。セルセルソニック中足両方もらった後に、はい、対空大きいのでされるので、ピオリまであるんで。そうですよね、ピオリ1ですよね。さあ端まで持っていって、おっ、ガス。さあこのミスがどう出るか。危ない、あーっとバニシングも対応している。サマー、サマー、しゃがんでいる。やばい、スタートよくピオらなかった。ここでピオる、ソニックでピオっておしまい。あれよくピオなかったですね、3発。そうですね、なんかね、ピオリッチ怪しいんですけど、同時当てするとピオリッチ両方は入らないんじゃないかと。ああ、はいはい、それはそうですね。例えばダブラリングソニックで下がってる時に中足もらってノックバックしてソニックが当たると両方のピオリッチが入るんですけど、完全に同時だとどっちかのピオリッチが加算されてない気がする。さあスクリュー、歩って投げる、ね、あれは技が重ならないのを見切って、多分ガエルの様子見をするだろうという。さあ今ダブラリ完璧だったんですが、当たったことによるノックバックで逆にソニックに当たってしまった。そうですね。さあさあ1試合目はウネガエル、2試合目カシムザンギ、2試合目はこれしょうがない組み合わせではあるが、ソニック、ソニック、ソニック、走っていくが、おっと出た。足スクリュー一回入れてスクリュー圏内まで持っていく。さああれですね。さあ得意のダブル様。スクリュー食らった後、今技が埋まらない距離だったので、カシム側ガード安定だったんですが、その後慌ててサマー打ってしまった。もあれですね、思い切って自分の好きなことをいっぱいやってますからね。さあ思い切ったことしてますね。やりたいことやっていく。さあ欲張ったら台足が繋がらなかった。地獄好きが一回多かったが、サマー上り切りから、さあ死ねる、これは死ねる。まだあるが、ガードして終わり。下段、あれ多分ダブラリ入ってたんじゃないですかね、その次。そうですね、まあまあまあ。さあタチコパ、あーやばいぞ、あの逃げそばがうまい。さあ踏み込み台足入る、ソニック、スクリュー。そうですね、今台足のセンターしか重ならないので、ここはガード安定。あそこで暴れてしまうとザンギの思うツボ。あーっ、さあ突破されてしまった。カワシムが1本取り返す。カワシムザンギ2試合目。さあお互いイーブン、なんかいい試合な気がする。まあ、ウネさんがちょっと遠間で地上でサマー当てようとして空振ってるところからの逆転が多いので、はいはい、本来的にはあれはやらなくていい行動なんですね。なるほど、はい、さあダイエット。さああれですね、スクリューの後はさあバニシングからスクリュー、上からおっとダメ、サマー完全対応、スクリューです。でまだ残る、スクリューまだ残った、まだ残ってる。今のは影抜いからちょっと歩いたやし、まあ画面端なんですが、カワシムのバニシングが結構機能してる感じですね。
そうだね。パニッシングで前に出るのは成功しているが、やはり守りのガイル。ダイヤシ。さあ、下がりくらい。掴んで。目がなかったが。いいバニッシング当たって途中足から最後はソニックブーム。当然ダブラリが入ってたように見えたが、今のはちょっと当たっている。大足、大足の合間に大足を刺してきた。おっと大足これは儲かった。スクリュー終わったか。終わった。さあリーチを先にかけたのは川島ザンギ。試合目か3試合目川島ザンギー、さあ先制している。勝ってください。さあ最後のラ、さあいきなりフラパーが入る。2回入る。体力4割ゲット。壁橋のおまけつき。さあこうなるとザンギーは前打ちが若干 OK になってくる。ガイル側は綺麗に落とすことが要求されてきます。ダイヤシー、ダイヤシー、フラパー。さあリーチをかけたぞ川島ザンギ。これは固まっちゃいますよ。さあ先にリーチをかけたのは川島ザンギ。まさかの川島の圧のかけ方がうまくて、ウネガイルが前に出られてないので、もうどれだけ川島のやり方とすると、まあ、どれだけ体力を失わずに壁橋まで持っていくか。そうですね、あんだけ体力あれば壁橋まで持っていけばなんとかなるぞみたいな、そういうことですよね。さあ反応が悪い。さあ上からいった。さあこれアントミ見せらなければ終わり。ダブルサマー見せった。もうあそこはですね、シャイニークライぐらいしかないんですけども、間合い調整のペースが川島ザンギ側のペースなんですね。まあ、そうですね。おっとピュラシック、なんだ今のガクガク。さあ3段で、さあ取り返す。4試合目はウネガイル。さあ最終試合、か泣いても笑っても最後の試合ですね。カワシムは勝ち勝ちのアントビを伸ばして、はい、ダブルサマーはまともにもらってそこからの負けなので、はい、まあ、ウネガイル九死に一生だったんですが、ここから見事次のラウンドも取って、さあ取り返せるか。ファイナルセットまで持ち込みました。さあかなり立ち直ったんじゃないでしょうか。あれウネガイル優勝経験ありましたっけ。ありますね。あります。できる男ですね。さあこれが普通のザンギガイルといった感じで、ウネ君が落ち着きを取り戻す前に仕留めたかった川島ですが、落ち着いてダブルサマーですね。そうですね。さあ逆リーチ、余裕も出てきて壁端まで追い詰められてない。こうなってくると、さあ開幕さん、おっと裏剣がリフトに化けたか。まだ真ん中なので前は先輩だやし。おっと危ねえ、スクリューですね今の。さあこれはさあダブルサマー当たる。今日のダブルサマーよく当たる。ガイルってこんなダブルサマー当てれるんですね。残機側は仕掛けなきゃいけないというのが若干影響してる気がしますが、さあーっと前に出た。勝ったのはウネガイル勝利、おめでとうございます。逆転勝利と言っていいでしょう。よ、今日ダブルサマーよく当たりましたね。今日は運がいい日でしたね。最後あれもうアントミで終わるかと思ったけど、とりあえず打ってみた。やってみた。素晴らしい。やってみました。今日はいいダブルサマーでした。はい。さあ。さあ。さあ。この後あれですね、もう来月あたりエクサー的なものがありますが。エクサーじゃなくてエクサー的なもの？エクサー的なものが。なるほど。皆さんまだチームメイト決まってないか。俺仕事ちょっと忙しいんで。ああ。出れない。ああ。ああ。そうそうそう。残念ながら。まあでもね、はい、若手生の何人かは出るみたいなので、はい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 、皆さんも要チェックしてください。お、要チェック、はい、俺も要チェックします。なるほど、ありがとうございました。お疲れ様でした。というわけで優勝は久しぶりのウネガイルさんでした。ありがとうございました。ウネガイルさんおめでとうございます。ガイルザンギだけどなかなかに盛り上がりましたね。
そうですね、追い上げがすごかったですかね。そうですね、はい、優勝は梅さんのでしたと。はい、この後大きめの大会はエクサーがあって、エクサーが5でしたっけ、 6?6?6?6 だったかな、あったかだいぶだいぶだいぶあれですね、適当な感じに今行きましたね。ですね、年内はあとはまあフォックスそんなのかな。あ、フォックスまでやるんでしたっけ。やらないんでしたっけ。いつも年末やってませんでしたっけ。フォックス年末でしたっけ。結構いい加減、まあ、なあとは12月31日から1日にかけて永田正月明けました。正月さん、正月さんですね、まあ、まだちょっとね、フォックスあれですね、時期固定してなかったですね。そういえば最初正月ぐらいに年末やってたけど、まあちょっとどうなるか分からないけど、とりあえずは10月に一発大会があると、はいはい、そうですね、いう感じですね。じゃあ、ね、あとは10月中になんかジャイリサオンライン的なオフライン的なものが、あ、そうなんですか、中野レッドブルでやるような気がします。ってことは、はい、アニコレでやるってことですかね。そうですね、まあぼちぼち、あのちゃんとした告知もあると思うんですけれども。なるほど、ジャイリサオフライン素晴らしい的なものも、はい、さあというわけで、はい、まああとはの試合ですかね。そうですね、だらだら行こうと思います。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます、山本でした。